日本東京都練馬区大泉学園長。大泉学園長は東京都練馬区の町名。現行行政地名は大泉学園長1丁目から9丁目。総面積は3.211平方キロメートル。郵便番号は178-0061。行政地名としての大泉学園長に限らず、大泉学園駅周辺一帯を指して、 大泉学園と称する場合もある。なお、大泉学園駅は、大泉学園町より、南の練馬区東大泉に所在する。練馬区の北西部に位置する。街路樹や緑の公園の多い完成な住宅街で、ある。かつては、東京商工リサーチの調べで、正常、田園調布に次いで3番目に社長が多く住む町で、あったが、2014年の同調査においては、 上位20位から姿を消している。北は、埼玉県新座市新津埼玉県朝日市岡、埼玉県和光市広沢、東は、和光市南、練馬区大泉町、南は東大泉、西は、西大泉、埼玉県新座市池田、境に隣接する。かつては、雑木林などが生えているだけであったため、斜めに、埼玉県との境界が走っている。 そのため、埼玉県の住宅と東京都との住宅が隣接している例としても取り上げられることが多い。戦前戦中に陸国岡士官学校のあった大泉学園長9丁目と隣接する埼玉県和光市、朝霞市、新座市の一部は在日米軍の旧キャンプドレークであり、その返還後に一体として国及び、国立の書記官を受け入れ、 郊外の研修拠点として進展が著しい。大泉風知地区公園大泉学園長及びその周辺の地区のうち、大泉学園長6の8丁目及び新座市栄三3の5丁目に及ぶ地区が上記の開発で風知地区として5番上に整備された住宅地である。風知地区の中央を南北に通る大泉学園通りには風知地区交差点と西武バスの 大泉風地地区バス停留所がある。昔の大泉地区は練馬大根の生産が盛んで、あたり一面大根畑が広がっていたが、現在はキャベツやブロッコリーなどに移行しており、練馬大根の栽培をしている農家はわずかである。現在でも練馬区内の経営高地の約44%が大泉地区にある。なお、大泉学園通りには上記、 風知地区交差点の北に都民農園前交差点と西部バスの都民農園バス停留所、そのさらに北の新座市側に西部バスの都民農園セコニックバス停留所がある。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は 2015年1月1日の工事地下によれば、大泉学園町2の23の46の地点で28万3000円平方メートルとなっている。武蔵野鉄道線が開通した当初は、大泉には駅は設置されなかった。しかし、後に大泉学園駅が設置され、大泉の町は急速に発展した。大泉村歴史も参照。大泉学園町は、 関東大震災以降の郊外住宅地への旺盛な需要に応えて、箱根土地会社が開発した学園都市の一つであり、1924年から開発が始められた。これは大学等の高等教育機関を誘致し、町づくりの各都市、学園都市として開発する計画であった。各となる高等教育機関の誘致は失敗したものの、 一帯は引き続き高級分譲住宅地として開発され、その名残が大泉学園町という町名と5番の目に整理された区画に現れている。よって、この近くに同名の学校は存在しないが、後に町名由来の東京都立大泉学園高等学校、練馬区立の大泉学園中学校、大泉学園小学校、大泉学園緑小学校、 大泉桜学園などが設けられている。その昔、周辺には多くの泉が湧いており、小泉と呼ばれていた。しかし、後の市町村登録の際、このままでは小泉と混同する恐れがあったため、章を、大として、大泉で登録した。これにより、大泉が誕生した。その後、全室の学園都市構想により、大泉学園長へと至る。 住居表示実施以前は、町目のない大泉学園町であった。1982年12月1日の住居表示実施により、大泉学園町1の9町目となった。この時、旧・北、大泉町、東大泉町、南大泉町の各一部を編入した。また、旧・大泉学園町の一部は、大泉町3.4町目。 西大泉山町名へ編入された。町の目抜き通りである大泉学園通りが域内の南北を走り、沿道の桜並木は町のシンボルである。東西に関越自動車道が通るが域内にインターチェンジはなく、隣町の大泉町に大泉インターチェンジが所在する。町域内は鉄道がなく、町自体が最寄りの駅となる。 大泉学園駅から 1km 以上離れている鉄道空白地帯である。そのため、練馬区は大江戸線の延伸の実現を目指しており、町域内にも新駅が建設される予定である。また、延伸区間の導入空間となる都市計画道路補助230号線が整備中である。先日の通り鉄道空白地帯であることや、域内に長久保折替芝が位置すること等から、 超域内は多数のバス便が走る。ありがとうございます。